こんばんは。ほんまに頭光っちゃってる TV の時間がやってまいりました。まあ今日は夜中なんでね、11時頃なんで、私にしたらまだ夜中じゃないんですけど、はい、今稽古終わって道場の掃除が終わってね、やっとひとときなんですけども、何の話かというと、挨拶ってね、やっぱりすごくいいことだなと思います。はい、で挨拶っていうのはすごく得することが多いんだなと思います。まあ、第一印象で、まあ、しっかり挨拶をすれば、もうそれだけでかなりね、好感度も高いっていうのは分かりませんか。うちの道場ね、まあ、子供たちが、まあ、低学年のね、子の方が体験が多いんですけども、体験のね、入門体験っていうのが、でその時にうちの少年部って言ったら、もういつも言うように、すごい、もう吉本興業も所属せなあかんぐらいの子たちの方が多いんですよ。もう何か、もう絶対ふざけるね、私の指導力も悪いんですけども、もう僕の顔色見てね、今日はもう、まあいつもこんな感じなんですけど、今日はもうワクワクして遊べるんちゃうかとかね、もう何するんかワクワクするやつばっかりなんですけども、真面目モードにならなあかん時ってありますやんか。ほんでまあそれが、うちは体験にね来た時ぐらいは、ちょっとよそ行きのねよそ行きの普通の道場をこう何とかこうやりたいなと思って思うんですけども、まあ、そんな時に限って体験が来てくれるんですよ。それから低学年のね、お父さんお母さんが来てくれたりして、まあうち今コロナでね、体験は1回だけと、そしてお母さんだけという感じね。かなりね、パッと来たら、道場に入ってきたら、空手道場に初めてね、体験に来る親御さんって言ったら、まあ、空手道場っていうのはもう礼儀が作法がしっかりできてて、ね、厳しくて、ね、まあ、どういう思いで来るのかなと、どういう感じで来るのかなというのはやっぱり僕も予想してるわけですよ。でもうちはもう入ってきた瞬間からもう子供がうわー言って、こんにちはー言うようなやつばっかりなんで、ちょっと恥ずかしいんですけどね。そんな時に限って、まあふざけるやつらがやっぱり何人もいてるんで、もう収拾がつかなくなるんですね。最初はもう今日体験の子も一人おるから、真面目にせなあかんねん今日は言うてね、お前らちょっと真面目にせなあかんやんけって小言で言うたりすんねんけども、お母さんがおろうが何しようが、この子たちはいつも通りなんですよもうちょっとやばいぞというぐらいね、1時間半ぐらい道場稽古するんですけども、とにかくもう何ちゅうかな、もうふざけるんじゃないけど、まあ、ふざけてるんやけども、僕も持たへんのですよ真面目モードにしよう思ったら、子供らしくていいかなと思うんやけど、それ度が過ぎる場合もありますよね、そんな時に限ってね、子供たちがいやーって最後は、基本やって肩やってね、まあ、ミットやらしたりして、体験の子も持ってね、先輩が持ってあげてって、それはまあいいんですけど、結構ちょっとお母さんが見たら、パッと見たら大丈夫かなと思ったら、いや笑ってる人も多いんですけども、にこやかにね、まあ元気いっぱいな子供たちなんで、時々こうちょっと緊張してんのかしらけど、ムッとしてんのかも分からんけど、ちょっと気になる時があるんですけども、まあまあそうやってね、いろんな点々と道場して、見学行ってからうちに来てるのか、ね、うち来てからよそに行くのか、ちょっと分からないんですけども、それ聞いてないんで、いちいちね。で必ずうちはこんな状態でもううわーってもう取っ組み始まったり漫才始まったりするような道場なんで、もうほんまにボケな、なんかあかんのちゃうかないうぐらいの子供ばっかりなんで、最後にね、お母さんたちにはね、必ずうち来たら、うちの道場来たら、もうかなりこの辺は道場だらけなので、必ず行ってくださいねっつって言うてるんですよ。必ず行ってねって。ほんで普通の道場に見てきてください言うて、普通は先生とあんまり喋られへんとこも多いんですよ、言うて。うちにしたらもう子供がぐわー休憩言うた瞬間にぶわーもうこう集まってきて、俺とこそばし合いみたいなにして、こんな感じなんで、もうほんで、僕はどこにおっても、シャンシャン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 言うて、どこに行ったんですかって事務所におったとしても、どこでシャンシャンってもう一回もゆっくりさせてくれないんですよ。もうトイレまでシャーンって聞こえますからね。そんな子供たちで、まあ可愛いんですけども、ね、そうやって子供と普通はこうやって接してないですからって言うて、お母さんたち説明するんですけども、今日もちょっとやばかったんちゃうかなって、まあ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 ええか、この雰囲気でもう入門せんかってもね、どうせ こんな感じやねんからうちは入った時点でね。ほんで入ったら見学は Facebook の、グループで見せれるようにはしてるんですけど、 ずっとしてませんよ、ずっとはね。時々いいシーンとかね、悪いシーンとか、怒ってるシーンとか笑ってるシーンとかね、いいシーンは時々見せてますけども、もうずっと見せてるわけじゃないですけどもね。
まあなんとか見れるようにしております。はい、そんな中でね、今日はちょっとふざけすぎとったから、もう絶対入門せえへんやろってね、私も心配になる時ありませんか。帰り下にお母さんもありがとうございますいう感じの時にね、その時ちょうど高学年がうち入ってくるんですよね、交代で。その高学年たちがおーって入ってきて正座してね、道場の入り口で正座して入ってきて、まずね、私は子供たちに教えてるのが、お客さんが一人でもおったら、で、まあ、体験のお母さんにね、誰がおっても、もともとは僕に走ってきて挨拶するのが道場のしきたりなんですけども、カバンを置いてね、入り口でお辞儀してね、まあ、うちは正座なんですけど、正座して「おっお願いします」って道場で一言言うて、ほんでカバンを置いて、まあ、手消毒してからバーッと俺とか走ってきて「おっ」って手握ってするのがね、うちのしきたりなんですけど、お客さんがおった場合は必ず僕よりね、私より先にお客さんのところに行きなさいよっていうのを時々言うてるんですよ、時々ね。ほんならその高学年たちはほとんどの子がそれにもう分かってるんで、お母さんのところにして「おこんにちはこんにちは」ってねやって、もちろん高学年やから「こんにちは」って言ってるやつおらんけどね、こんにちはって、まあまあね、高学年でちょっとね、テレゾーのやつもおるんで反抗期みたいなやつもおるんやけど、やっぱりちゃんと一挙おるんですよ。ほんで行って俺とこ来て「おっ」って言ってね、その姿を見てお母さんたちが、今までね低学年がガチャガチャの状態やったけども、高学年のお兄ちゃんらをお姉ちゃんらを見てね、まあ、手伝いの子もおるんやけども見て、その挨拶来てくれたんですよって最後に、うち後でメッセージを送った時にね、入門お願いしますって言った時に来た時に、あ、こんな道場で大丈夫なんですか言うて僕も心配ごめん、いや高学年の人たちがみんなね挨拶に来てくれて、なかなかそういう光景ってないですよね言うてくれて、それでご噂になるんですご噂になって、まあ、すごいね高学年の子たちにね感謝しておるんですけども、まあこういうね挨拶っていうのはやっぱり大事なのかなと思っております。はい、我々でもやっぱり試合会場行ってね、お父さんお母さんたちにおったらちゃんと挨拶をねしてるつもりでおるんですけども、なかなかねこう試合にもこっち行ったりこっち行ったりしてるんで、なかなか話もできへん時あるんですけども、やっぱりこう挨拶してもらったら嬉しいしね、こっちもやっぱり気づいたらね先に挨拶しに行く場合もありますから、やっぱそういう挨拶っていうのはすごく大事かなと思いました。はい、そういうことです。まあそれで得したって入門してくれて得じゃないけども、その子たちも挨拶してる子どもたちもこれは学んでることなので、今度この低学年の子たちもそうなるやろうしね、もう低学年でもそれをできてる子もいますね。でまあ、体験に来た親御さんたちがちょっと何人か高学年がさっき来てね低学年の面倒を見てるんやけども、僕は何も帯を外れたら、ちっちゃい子が帯外れたりしたら僕は手助けはしないようにしてますね。その子供たちが自分で気づいて帯を締めてあげたりね、体着直してあげたりね、防具つけたりしてるのは全部うちの先輩たちがやってます。はい、低学年同士でもちょっと上の兄ちゃんがやったりしてます。これはもうずっと私は変わらないですね。私が面倒くさいんじゃなくて、これをすれば僕が全部やって回ればできんねんけども、ほなこのお兄ちゃんたちが育たないでしょ、育たないんで、そういう風にやってます。これも長年やってます。だからそういうことでやっぱり大きくなって中学校高校になってもうなった人もやっぱりそうやって今でもね優しい人間ばっかりです、うちはね。だからそうやってまあガッチャガチャの道場やけどね、そういう挨拶がねすごく大事なんじゃないかなっていう動画でした。はい、まあ皆さんもね、そういう道場を経営してたらね、まあ、経営者だけじゃなくてね、そういう今世の中でねやっぱりそうやって挨拶っていうのがなかなかね、してる人が少ないのかなと思ったりしますね。やっぱりその返事挨拶気合っていう僕ら空手道で教えてるので、それはしっかりね学んでほしいし、我々もやっぱり自分でできないとダメなんでね、しっかり教育したいなと思ってるところでした。はい、今日はそういう短い動画で終わっておきます。ふざけてないで終わりますけどねまだね明日次の動画では、ちょっとこの前ね、奈良の大会で開会式で、ちょっとためになる話というかね、心に残った話があるので、次回の動画で、ちょっとご紹介したいと思います。よろしくお願いします。皆さんいつもありがとうございます。インスタグラムを始めたので、始めたのでって前もやってたんですけど、ちょっと赤もう
ちょっと面倒くさくなってアカウント消したんですよね。消してまた復活できるのかなと思ったら、ほんまに携帯で戻ってですね、1,500人ぐらいおったと思うんやけど、それの全ていなくなっちゃったんで、新しくアカウントを取ってますので、空手関係の人は、よかったらね、私の方にフォローしていただいたら、空手の関係の人とか、熱帯魚の関係やったら 100% フォロー返しますので、よろしくお願いします。またね、今後ともよろしくお願いします。おっす、ありがとうございました。この月だけでかなり変わるからな。分かったか。分かった。1。もうそれぐらい叩くと2。3。これで引き手がだいぶ引いてるお前な。今日はめちゃめちゃいい。はい、シェイ。ゴー。いいですね。1。8。9。10。